ポルシェ356とは、ドイツの自動車メーカーであるポルシェが1948年から製造を開始したスポーツカーであり、製品名にポルシェの名を冠した初の自動車である。高性能と居住性、実用性の3つを高度に満たした小型スポーツカーであり、第二次世界大戦後の小型スポーツカーの分野における一つの指標となった。 1931年の創業以来他社の車両設計、開発受け負いを主な業務としてきたポルシェ社が新たな活路をスポーツカーの実車生産に乱し、第二次世界大戦終戦後に開発に着手した小型スポーツカーである。356の名称はポルシェ社内の開発コードから来たものである。開発当時、創業者フェルディナント・ポルシェ博士は、 第二次大戦中の軍事開発の攻めを問われ、1945年から2年余り、戦犯として連合国軍側に拘留されていた。356の開発、設計を主に担当したのは、ポルシェ博士の息子で自身技術者である、フェリーこと、フェルディナント・アントン・エルンスト・ポルシェと、1920年代のアウストロダイムラー以来ポルシェ博士の下で、 多数の車両開発に携わってきた技術者、カール・ラーベラのチームである。原型スタイリングは、フォルクスワーゲン車のタイプ1のスタイリングも手掛けた、ポルシェ社員のエルヴィン・コメンダによる。1938年にフォルクスワーゲンタイプ1の原型をベースとして、ポルシェの手で開発された、フォルクスワーゲン・ベルリンドーマ速度記録車こと、ポルシェ64の存在がある。356は、 64の思想を受け継いだ存在とも言える。1944年以降、ポルシェ社は本拠地のドイツ・シュトゥットガルトから戦火を避けてオーストリアのグミントに疎開しており、終戦後はシュトゥットガルトの本拠が連合国側当局に接収されていたため、1950年まで不便なグミントでの活動を余儀なくされていた。 厳しい状況の中で1947年6月に356の設計が始まった。戦後混乱期で資材、部品の調達や資金面等の多数の問題が発生したが、1948年6月には試作車が完成、ナンバー登録された翌月には、早速、インスブルックの小さなレースに出場し優勝している。1949年から、 増加試作的量産が開始され、以後約15年にわたり細かい改良を重ねて、発展しながら製造を販売された。ポルシェ356ナ、no. ンバーワンミッドエンジン、プロトタイプ1948年、いわゆるフォルクスワーゲンベルリンドーマ速度記録者のメカニズムの延長上にアルミニウムボディの2シーターでロードスター型プロトタイプを試作した。 ポルシェの名を冠した初の車であることから、ポルシェナンバーワンとも呼ばれる。量産型356とは異なり、試作1号車は、交換スペースフレームのミッドにエンジンをレイアウトした。エンジンは、フォルクスワーゲン用の空冷水平対向4気筒オフ、内径ファイ 75mm 工程 64mm で 1131cc、25馬力の369型エンジンを、 ベースとし圧縮比を5.8から7.0に上げるなどで 40HP4000rpm 7.0kgm 2600rpm に出力アップを果たした。ブレーキは機械式のドラムブレーキでノンシンクロの 4MT を搭載し 596kg の車体を時速 135km まで加速させた。百四十八年三月には クロスグロックナー峠にてテストが始められた。1948年9月にあるスイス人ユーザーに販売され、スイス国内でヒルクライムレースなどに出場し、好成績を収めた。その後何人かのユーザーを転々としたが1958年に買い戻され、現在はポルシェ本社に併設されている、博物館に展示されている。 アルミボディのグミュントクーペと復元された木型試作2号車は、クローズドボディのクーペとして製造され、1948年7月に完成した。エンジンはリアに移動されている。量産化に採取車体は、クーペとカブリオレの2種となり、後部に補助シート2席を追加し、フロントは中央に分割窓となっており、シャーシは後半プレス、溶接組み立てのプラットフォーム型と、 リアエンジンレイアウトとなった。これは座席やラゲッジスペース確保による実用性の向上とフォルクスワーゲンとの構造、部品の共通化によるコストダウンが目的である。エンジンは引き続きフォルクスワーゲン用369型をベースとしたが、スポーツカーカテゴリの 1100cc クラスへ出場できるよう内径ファイン7 3 5ト、mm、ル 工程 64mm で 1086cc に縮小した。出力は当初 35hp だったが、1949年11月以降はシリンダーヘッド改良、ソレックス 26VFJ キャブレターで 40hp、4200rpm、6.5kgm、3300rpm となった。電装系は当時の VW と同じくボルト。 最高速度は時速 140km。サスペンションは VW と同じ四輪独立トレーリングアームと横置きトーションバースプリングでブレーキはドラム。ボディはアルミ製でシャーシに溶接された。プラットフォーム型シャーシは補強が不要なほどの強度を備えており被り折れでも追加補強はない。この時代の少量を生産者に多く見られたことだがボディを製造する工場や 時期の違いによる細部の差異がある。グミューンと工場で生産されたが、ボディを外部の複数の会社が仮装した車両も多数あった。そのためにメッキモールの仕様やアルミ製バンパーもオーバーライダー付きとなしがあり、ランプ類もボッシュ製とヘラー製があり、ライト下のウィンカーレンズやリアのテールランプには複数の形状がある。腕儀式の方向指示器の仕様も存在した。 内装もインパネ形状に、メーター類やシートも左右独立のタイプや、ベンチシート仕様もあり、後席も左右独立や一体型、カーペットを敷いただけの車両もある。プロトタイプ以外に約49台が生産されたが、この時期のグミュント製車用は、手探り状態で製造を販売されていたようなもので、増加試作者同然とも言える。 全長 3870mm、全幅 1660mm、全高 1300mm。リアブ1954年モデルの356、スピードスター1949年9月に、VW との技術コンサルタント契約を締結したことでロイヤリティを受け取れるようになりかつ VW の部品や販売網を利用できるようになった。 シュトゥットガルト本社敷地の変換交渉を進めながら、その向かいにあったロイターに曲がりして生産を始め、さらにボディ生産を委託して生産性の低さを解消した。1950年4月にドイツ製ポルシェの第一号車が生産された。車体材質がアルミから鉄製ボディに変更された。固定式三角窓の廃止、フロントバンパーの変更。 ボンネットも高くなった。微妙にウエストラインが上がり、室内も広げられ、屋根がなだらかになった。ボディは何枚ものパネルをガス溶接し、ハンダで埋めて製造された。車体側面のサイドシルが内側に回り込んでいるのが特徴で、後に愛好者にプレーとも呼ばれた年代モデル。左右独立シートとリアの補助シート設定。 リアクオーター窓が少し外側に開閉可能になり、右ハンドル仕様も設定された。サスペンションのリアダンパーがテレスコピック式に変更された。被り折れが選択できるようになった。ポルシェ製シンクロメッシュが内蔵された新型トランスミッションが採用された。中央が折れた V 型ながら、フロントのウィンドシールドが1枚窓に変更され、ボンネットの幅が狭くなり、 フード上のメッキの開閉ハンドルは穴開きグリップに変更されている。インパネにはタコメーターが標準装備になり燃料系も装備された。ステアリングがポルシェエンブレム付き日本スポークに変更しウインカーレバーも付いた。ドア上部のウッドパネルは廃止されて鉄板向き出しとなりリアシートは可等式になった。ボンネット内のスペアタイヤ搭載位置を 横から縦置きに変更し、フロントフード内に荷物が多少詰めるようになった。ライトは、ボッシュ製のみになり、VW マークがないだけで、ビートルと共用のメッキリムがついた。バンパー形状変更でフェンダーまで回り込まない、デザインとなり、前後ランプ類も、小変更。VW 流用だった16インチ鉄ホイールは、リム周辺に冷却用穴のあるタイプに変更された。 ワイパーが対向式から平行式に変更され、カブリオレのリアガラスがプラスチック製に変更された。グレーサーがコーチビルダーを務めニザのアメリカンロードスターが16台生産された。ボンネットフード上のメッキの開閉ハンドルがポルシェエンブレム付けに変更され、フロントインカー内側に保温グリルが付き、ドアハンドル等もビートル流用からポルシェ専用に変更された。 ヒーター調整ノブがインパネからフロア中央へ移動し、サンルーフがオプション設定され、手動ポンプ式、ウィンドウォッシャーのタンクがガラスからプラスチックバッグへ変更。リクライニングシートが全車標準装備となった。サスペンションにフロントスタビライザーが装備された。この年からツ和自動車により日本への正規輸入が初めてされた。この年ポルシェ356。 1100が廃止された。サイドシルにモール追加。フロントサスペンションにスタビライザーを装備した。米国仕様はバンパーにオーバーライダー付けが多い。すべてのエンジンが3分割式のクランクケースを持つポルシェ製となった。プレイは合計1678台が製造を販売された。356スピードスター1957年モデルの356。 スピードスターのリア部内装中央にテレフン県製ラジオが鎮座するインストゥルメントパネル比較的大きな改良を行った 356A が1956年モデルとして1955年10月より生産開始され販売されたフロントのウィンドシールドガラスが局面になり屋根の前端部も変更された後部エンジンルーム内カバーパネルが二重に変更 内装は合成側が標準で、ホンガーシートは注文装備。インパネ上部がソフトパッド付きとなり、イグニッションキーとエンジンスターーボタンが一体になった。ステアリングがダンバー付きとなり、3本スポークで、保温スイッチはリング式からハンドル中央のボタン式に変更。ハンドブレーキはレバー式からステッキ式に変更された。カブリオレは後部座席なしカーペット仕様。 ホイールが15インに変更。センターロック式ホイールがオプション設定された。メッキバンパーオプション設定。エンジンは全てプレーンベアリングとなった。車内故障 T2 シリーズに移行。T2 はリアバンパーのオーバーライダーからマフラーが出ている。VW 製、ウォームナットだった、ステアリングギアボックスを専用の ZF 製、ウォームローラーに変更し、ソーダが軽くなった。 カブりオれは三角窓標準装備。左右窓のギア比変更で開閉が軽くなった。インパネの鍵穴が少し大きくなり、サンバイザーがアクリル製からパッド入りビニール製に変更。シート形状も変更された。シフトレバーは少し短く、数位置を後方に移動し、操作性を向上させた。ヒーターノブは前方に変更となる。ドアハンドル変更。 後部透過類を片側2頭の丸型から一体式の涙的型に変更し番号等の位置を変更。カブリオレの後部窓が大型化された。スピードスターに代わりコンバーチブル D モデルが登場した。カブリオレ用オプションでカルマン製ハードトップが設定された。各種エンジン表示エンブレムが後部についた。スピードスターがコンバーチブル D に移行した。 356A は2607台が製造を販売された。1963年モデル1963年、クーペモデルのリアブ1959年、フランクフルト賞で356バイトが発表された。バリエーションは、クーペとカブリオレ、ロードスターの3種。ボディは、微妙に、各部分が変更され 356A と、外装部品の互換性はない。 全部ウインカー一体グリルは別になり、二連フィンに変更。側面下部のサイドモールが少し細くなった。バンパーが大型化され、フロントにダクトが付いた。ライト位置とフロントフェンダー位置も上がり、全部の窓の角度も高くなり、三角窓が標準装備され前後の窓面積も広がった。カブリオレは、 リア窓状にファスナーを装備し、開閉可能とした。ボンネット下部は下げられ、フード状のエンブレム付きメッキハンドルは幅広く厚く、変更された。後部ナンバープレートランプはバンパーに取り付けられた。後部エンジンフードは大きくなりグリルも2個追加された。ステアリングは VDM 製の黒い3本スポークになり、シフトレバーも太く短くなった。リアシートが 左右独立で加藤するように変更。ラジアルタイヤがオプション装備可能となった。オプションで1 2ト仕様に変更可能となっている。サスペンションは補正スプリングが注文装備。しばらく途絶えていた正規輸入が再開された。開始とする資料もある。356バイトは31192台。製造を販売された。バリエーションとして。 カルマン製カブリオレにハードトップを固定したカルマンハードトップが少数生産された。車内故障は T6 シリーズとなった。ボンネット先端が角張った形状から丸みを帯びた形に変更され幅も広がった。燃料給油口が右フェンダーに移動し、給油の際にボンネットを開けずに済むようになった。ボンネットトランク内を覆う ABS 樹脂製カバーが付き、ヒューズボックスも 室内から移動された。室内ドアトリムは従来鉄板むき出しだったが内装と同じ生地が付き、ルームミラーには防遠切り替え機能が付き、時計が標準装備となった。インパネ中央に外気切り替えレバーが付き注文装備のフレッシュエアブロア装着車はブロア調節も兼用した。盗難防止としてシフトレバーが R か N の位置から動かせないよう施錠できる。 シフトロックが装備された。ワイパーが完結機能付きとなり、電動ウォッシャーがオプション設定された。ウォッシャーのタンクはプラスチック製バッグからプラスチック製ボトルへ変更され、耐久性が上がった。356CE カブリオレ 356CE クーペ1963年7月に 356CA マイナーチェンジした。 9月のフランクフルトショーではすでに開発が進んでいた、時期型の901が展示されていた時期である。前者に、エイト製四輪、ディスクブレーキが採用され、鉄ホイールも5欠のまま PCD が 205mm から 130mm に変更された。サスペンションは仕様を煮詰めて各部が微妙に変更された。外装は、後部のバッジが C に変更。内装は、 シートクッションが下げられ、着座位置が低くなり、合成側も柔らかいものに変更されて、オプションだったドアパネルアームレストが、標準装備となった。インパネが多少レイアウト変更され、ハンドブレーキ警告灯がついた。グローブボックスの蓋も鍵で施錠できるよう変更され、後部座席を加藤した場合に、荷物が落ちないように段差がつけられた。カブリオレのリア窓状のファスナーが2つになった。 他にも細部が改良されている。16,674台を製造販売し1965年に生産終了。これが356シリーズ最後のモデルとなった。タコメーターがケーブル式から電気式に変更されたが、6V 使用者では標準で 12V 車はオプションであった。アルミの放熱フィンに中鉄ライナーを組み込んだバイラルシリンダーが、 採用された。ありがとうございます。